また場所を移しての、まあ、キャンプ初日となりました。まあ、あいにくの天気とはなったと思うんですけれども、まあ、今日の練習を振り返って。そうですね、やっぱりあの沖縄はね、あったかいので、体も動きますし、まあ、その分いろんな練習ができるんじゃないかなと思います。まあ、明日からいよいよこう対外試合が始まっていくと思うんですけれども、はい、まあ、ここまでのこうキャンプでのこう調整だったり取り組んでることのこう手応えというところはいかがですか？そうですね、まっすぐに関しても昨年よりいいものができてますし、フォークの落ちもね、去年と変わらず、いい感じになっているので、やっぱり松坂さんに教えてもらったスライダーがね、どう生きるかっていうのが、明日の試合が楽しみです。松坂さんにこう教えてもらったスライダーっていうのはやっぱご自身の中でもこう試行錯誤しながらいい段階を含めているんですか？そうですね、思ったよりいい、ね、段階で早めに作れてるんじゃないかなと、まあ、あと実践試しながらどうなるかなと思ってます。明日の、日本ハムとの対外試合ではこう先発予定されていると伺いました。はい、この、まあ、巨人にとって、今年のこう初戦となるわけですけど、はい、まあ、そこの先発任されたというところのこう気持ちはいかがですか？そうですね、やっぱりジャイアンツとしても、今年、ね、初めての試合ですし、今年1年間が、ね、いよいよ、ね、始まろうとしているので、まあ、その中で僕の調整もそうですし、チームとしても、勢いをつけれたらなと思います。明日のこう対外試合では、まあ、どのようなところをこう意識しながら、投げられますか？そうですね、多分イニングも、ね、短いと思うんで試せる部分は少ないと思いますけど、フォークであり、まっすぐであり、ね、あとスライダー、そこ辺のバッターの反応などを、ね、よく観察できたらなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。